こんにちは。モバイル&センシングシステム事業部の上村です。私からはソニーミラーレスカメラ α1 に搭載されている CMOS イメージセンサー開発についてお話しさせていただきます。 α1 に搭載している 35mm フルサイズ積層型 CMOS イメージセンサーはスピードを追求し一瞬を捉えること、圧倒的な画質を達成すること、肉眼を超える画像を作り出すことによりプロのニーズを満たし開発を行いました。今回開発を行ったイメージセンサーは SSS グループ内の技術を結集して開発しており、要素技術含めて関わった SSS のメンバーは世界中で数えきれないほどいます。 α1 ユーザーコメントで α1 は数百人ないし数千人のプロフェッショナルが共同で作業を進めることでようやく生まれた傑作だとコメントがありました。本当にその通りで、ソニーカメラ部隊と連携しつつ SSS の英知を結集したイメージセンサー開発でした。開発途中では大きな壁にぶつかることが多々ありましたが、そんな中でも開発メンバーはイメージセンサーを世の中に出して世界を驚かせ感動で満たすんだという大きな目標を一人一人が意識し、チームとして動けたからこそ課題を乗り越えられたと思っています。その中でも私が開発の中で印象に残っている出来事は、実物評価を開始する際に撮影したプロジェクトメンバーとの記念撮影です。評価を開始するタイミングで大きな課題が発覚し、雰囲気が悪くなるかなと少し心配した中での記念撮影だったのですが、メンバー全員笑顔なんです。先ほども言いましたが、プロジェクトメンバー全員で何とかしてやろうという思いが前面に出ているいい作品で、開発の思い出含めて私の宝物です。次に、そんなさまざまな課題を乗り越えて作り上げたイメージセンサーを搭載した α1 ユーザーコメント動画をご覧ください。You know, to make a camera like the α1takes hundreds or thousands of geniuses working collectively to make this masterpiece, there's no compromise. With this type of technology, you can essentially do anything. It's just a beast. I'm so excited to work with it, to get my hands on it, and this is going to be a game changer for me.I can just grab this new camera and know that it's going to be 100 times, 1,000 times smarter than the previous version of any camera Sony has ever made. I'm so proud and happy to be one of the first photographers that can use this camera. I think that Sony α1 is the future, is something really amazing. Basically, the α1 gives me every camera I ever needed in one.ご覧いただいたように、開発したイメージセンサーは、この α1 というカメラを通して、目標としていた世界中の人々に驚きと感動を与えることができました。今やミラーレスカメラからスマートフォンに至るまで、SSS のイメージング技術は世界中の人々に気軽な撮影体験を提供し、世界中の一人一人がクリエイターとなっています。今お出している写真は、私が α で撮影した写真です。私は開発者としても一クリエイターとしても光を追い続けています。世界中のクリエイターは一枚の画像、そして動画のワンシーンのために常に工夫し挑戦し発信しています。そのクリエイター一人一人の表現の可能性は多様で無限です。その期待を超えていくイメージセンサー開発に、これからも我々は挑み続け、世の中に驚きと感動を提供していきます。
最後に私のセンス・ザ・ワンダー宣言は、無限で多様な表現、光への挑戦です。これは無限の可能性を持つ表現、つまり光をセンスし、多様なクリエイターとともに世界中の人々に感動と驚き、イコールワンダーを与え続けるという思いを込めました。これからも我々は無限の可能性を持つ光に挑戦し続けていきたいと思います。ありがとうございました。続いては中澤さんよりお話しいただきます。よろしくお願いします。こんにちは。第二研究部門の中澤圭一です。本日は研究部門を代表してイメージセンサー技術の進化という観点から少しお話をさせていただきたいと思います。まずはじめに簡単に自己紹介をさせていただきます。私はプロセスインテグレーション開発を専門領域としてデバイス構造の設計から新規プロセス技術の導入といった業務を主に担当しています。これまでロジック、CCD、CMOS イメージセンサー、そして少し変わったところでは次世代メモリー開発を担当してきました。現在はモバイル向けの新規イメージセンサーの研究開発を担当しています。本日は先日アメリカでの学会 IEDM およびプレスリリースされました2層トランジスタ画素積層型 CMOS イメージセンサー技術、または2レイヤートランジスタピクセルについて、その技術の簡単な紹介と私たち研究開発チームが込めた思いについてお話しさせていただきたいと思います。この技術はプレスリリースにもあるようにダイナミックレンジやノイズ低減といったイメージセンサーの高画質化に貢献することを目的に開発したものです。特徴としては従来の同一基板上で形成していたフォトダイオードと画素トランジスタを別々の基板に形成し上下に積層したデバイス構造にあります。今回の技術では1画素単位で異なる基板同士を接続させる積層デバイスを実現しており、それにはフォトダイオードと画素トランジスタをナノメートルの精度でアライメントする技術が必要になります。これを実現させるためには今回 3D シーケンシャルインテグレーションと呼ばれる新たなプロセス技術を導入することにしました。これは従来技術のように完成したウェハー同士を貼り合わせる技術ではなく、製造フローの途中で新しいウェハーを貼り合わせ、その後も同様に製造フローを継続する技術になります。具体的にはフォトダイオードを形成後にシリコンウェハーを貼り合わせ、その上に画素トランジスタを形成するプロセス技術になります。これによりアライメント精度は貼り合わせではなくリソグラフィーで決定され、高精度なアライメントが実現可能となります。この技術の大きな課題はウェハー積層後の製造工程における熱になります。従来の構造では接合技術に要求される耐熱性は400度であったのに対し、今回の構造を実現させるためには1000度以上の耐熱性が必要になってきます。これに対してソニーの持つウェハー接合技術を進化させ、また本構造に合わせたトランジスタを構築することにより、今回のデバイス開発に成功し、世界初の2レイヤートランジスタピクセルを実現しました。 IEDM での発表後やまたプレスリリースの後には非常に大きな反響があり、市場からも高い期待が寄せられていることを実感しています。本構造ではフォトダイオードと画素トランジスタが物理的に分離されるために、構造的な制約を受けることなくそれぞれを最適化することが可能になります。そのため発表では主にダイナミックレンジの拡大やノイズ改善などといった画素性能向上が期待できることをお話ししましたが、実際には特性改善だけではなく新たな機能の追加など多くの可能性を持ったデバイスとなっております。現在我々研究開発部門の中でまさにここに関してさまざまな検討が行われていることになります。ここで私が研究開発を通じて感じたセンス・ザ・ワンダーについてお話しいたします。私のセンス・ザ・ワンダー宣言は究極への探求になります。今回の2レイヤートランジスタピクセルで私が担当したのは
デバイス構造設計と 3D インテグレーション開発になります。非常にチャレンジングな開発でしたので、当然たくさんのエピソードがありますが、私の中で特に印象に残っているのは開発を開始する前段階にあります。この開発を始めたきっかけは、究極の画素構造とはどういうものだろうかという研究部門内で自分たちへ問いかけたところからスタートいたしました。この議論の中で、フォトダイオードとトランジスターがそれぞれ最高の性能を出す必要があるという結論になり、今回の2レイヤートランジスターピクセルのコンセプトが生まれました。この開発を振り返ったときに、究極の画素とはというこの問いかけこそが私の中のセンス・ザ・ワンダーだったと考えています。これによりチームメンバーとビジョンを共有し、開発を推進する原動力となったと思っております。はい、私のセンス・ザ・ワンダー宣言は以上になります。ありがとうございます。はい、上村さん、中澤さん、ありがとうございました。イメージセンサーに関して、こう技術のみならず、お二人のこう強い思いが伝わるプレゼンテーションだったように思います。はい。はい。